ロレックス。オイスターデイト。1950年代頃、製造 REF6020。ボーイズサイズのヴィンテージです。マットブラックダイヤルに赤デイト。CAL740 搭載の手巻きモデルです。素材はステンレススチールと GP です。サイズ。ラグ幅17mm、ケース径は約 30mm、リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約 36mm、厚さ約 12.5mm の男女兼用、ボーイズサイズです。操作方法。精度。タイムグラファー計測でプラスマイナス1分程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。誰もが認めるキングブランドロレックス。精密なムーブメントを水気や不意の衝撃から守るために開発されたオイスターケース、スクリューバック、ネジ込み式のリューズなど、ロレックスの先進性と高い技術で生み出されたパーツによって、時計はタフな環境でも使用できるツールへと進化しました。以来、このロレックスのスタイルがスタンダードな腕時計の形として今日まで受け継がれています。高価で品質の高いパーツを採用したこのオイスターデイトはロングセラーとなり、ロレックスの黄金期を支えた人気の高いモデルです。特徴。本品は1950年代頃のヴィンテージロレックス手巻きモデルです。 SS オイスターケースに金メッキ処理が施されています。ベゼルはエンジンターンドベゼル、プロペラを模した人気のデザインです。ダイヤルはマットブラック、アプライトのペンシル型インデックスアルファハンドのコンビネーションです。ムーブメントはロレックスの手巻きヴィンテージキャリバー740を搭載しています。ロービートキャリバーでムーブメントにこだわったロレックスらしい安定感のある機械です。故障も少ない信頼性の高い機械ですし、定期的なメンテナンスで一生お付き合いいただけるムーブメントです。リューズはスクリューの 6mm クラウンリューズです。ベルトは、社外製の型押しが装着されています。半世紀前のザ・ヴィンテージといえるアンティークロレックスです。コンディション。リューズの巻き上げ感も軽快で、精度も問題ありません。ダイヤルは、全体的に経年変化が見られますが、目立つシミなどのダメージはありません。インデックス、針にサビなどは出ていません。ケースは、擦れと軽い小傷があります。ルーズの刻印は鮮明です。風防は、軽い小傷、線傷があります。
ベルト、尾錠は社外品です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。